4月21日、リーグ戦初スタメン、初アシストを記録した FC 町田ゼルビアの右サイドバック、望月ヘンリー弘樹選手について、ものすごい選手が出てきてしまった、と話題になりました。望月選手は、現在22歳の大卒ルーキーで、身長は192センチあります。恵まれた体格に加えて、最も自信があるという短距離のスピードと、キャンプの持久走で1位となったスタミナも持ち合わせています。学生時代、センターバックからセンターフォワードまで様々なポジションをこなしましたが、国士舘大学でサイドバックという新境地にたどり着きました。恵まれた体格、身体能力にプラスして攻撃的なポジションでのプレー経験を生かした積極的な攻撃参加が自身の特徴になりました。先日の初アシストのシーンもフォワード顔負けの裏抜けからクロスまで持っていきましたよね。黒田監督は望月選手について、前が空いた時には恐ろしいくらいのスピードを出す、かけっこ勝負で相手を翻弄できると評価していました。また町田ではおなじみとなっているロングスローも投げることができ、飛距離はなんと50メートルというとんでもない武器を持っているので、ここも注目ですね。早く海外で見てみたいという声や、冨安選手を見ているかのようだという声がたくさん上がっていて、期待値は上がる一方です。望月選手だけでなく、柏レイソル、関根弘樹選手、鹿島アントラーズ、野々野公人選手など、右サイドバックのルーキーたちが素晴らしい活躍を見せているので、数年後、日本代表の右サイドバックは人材が豊富になりそうで楽しみですね。現在、FC 町田ゼルビアの右サイドバックはロングスロー、プレースキッカーも担当する鈴木純也選手が大きな信頼を得ています。望月選手はそのポジションを脅かすことができるのでしょうか。大きなポテンシャルが発揮される瞬間に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。